去る9月7日、日本聖公会バルナバ教会にて、音訳ボランティア基礎講座が開催されました。主催のモーデン録音ライブラリーは、視覚障害を持つ方々にキリスト教徒書を届けるために活動する団体です。視覚障害者の方たちのために音訳図書を作っています。そして、請願者の方たちはご自分で本を選ぶことができますけれども、視覚障害者の方たちはそれができませんので、私たちが少しでも良い図書をお送りしたいと思って、その架け橋になっております。日本で初めての音訳は、戦後間もなくテープレコーダーの普及をきっかけに開始されました。視覚障害を持つ方々が展示以外の方法で情報を得る良い手段となりました。現在はデイジーと呼ばれる方式で、30時間を超えるような図書を1枚の CD に録音することができるようになりました。音訳者には読むだけではなく、パソコンで録音・編集する技術が求められています。日本で欲しい本はいくらでもあるので、その読み手が足りない。で、読み手だけではなくて、私たちはみんなが構成をしたりとか編集をしたりっていうことを担っているので、読むだけではなくて、そういう方面にもみんな参加してほしいと。全10回の音訳ボランティア基礎講座、9月7日はその第1回目が行われました。視覚障害を持つ方々の状況、それを支えるモーデン録音ライブラリーの歴史や活動の紹介、その後実践的なレッスンが行われました。口の開閉運動や、私は昨日子どもと動物園に行きましたという単純な文章を題材として参加型のレッスンが展開されました。具体的なことを教わったのでとっても良かったです。心がこもってないということはどういうことかという表現がちょっと分かったような気がしました。1回目でこんなにいろいろと、いろんな勉強になったりしまして、これはもうどん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 多分引き込まれていくような魅力がたくさんあるのではないかと思って、ワクワク期待しています。全10回の講座では、文字・文章の読み方、アクセント・括弧や中・グラフの処理、録音の実習などが行われ、最終的にはデジタル図書の制作が予定されています。この講座を通して音訳の働きに携わる方々が増やされ、より多くのキリスト教徒書が視覚障害を持つ方々に届けられていくことでしょう。